本日の行動にはですね、野党5党へのご案内も差し上げました。各党から代表の方が見えていらっしゃいます。続きまして、日本共産党小池晃さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、日本共産党の小池晃です。安倍首相は自分が責任者だからといって憲法の解釈をひっくり返して戦争法、安保法制を強行いたしました。そしたら今度は一億総活躍社会だと言い出している。子ども出生率上げるというけれども、子育ての喜びのためじゃないんです。子どもたくさん産んで国家に貢献してください。どこまで上から目線なんでしょうか。原発に依存しない社会を作ると言っていたのに、原発再稼働を次々と進めております。主要5品目聖域は守る、 TPP 断固反対、こう言っていたのに断固推進に突き進んでる。嘘ばっかりではありませんか。高市総務大臣は憲法9条を変えちゃダメだと繰り返す番組は電波の停止もあり得ると言いました。皆さん、放送法というのは第3条で何人たりとも放送の内容に干渉を規律してはいけない、憲法21条の表現の自由を保障するために国家権力が放送に口出しするなというのが放送法ではありませんか。高市さんは公平かどうかを判断するのは大臣だと言いました。高市さんが公平かどうかを判断するんですか。その基準はうーんと右の方に寄ってしまう。日本中のテレビ局が桜チャンネルみたいになっちゃうではありませんか。皆さん、個人を、国家を個人の上に置く、首相が憲法の上に自分を置く、表現の自由も圧殺する、これはもはや民主主義の国ではない、独裁国家というほかないではありませんか。だから今立憲主義を守ろうではないかという声がこれだけ広がっている。立憲主義というのは何のためのものでしょうか。一人一人の個人の命を、権利を、一人一人の多様性を保障するために国家権力の手足を縛る、これが立憲主義ではありませんか。立憲主義を破壊した政治は一日たりとも長続きさせるわけにはまいりません。皆さん、戦争法を廃止をいたしましょう。立憲主義をこの国に取り戻そうではありませんか。今日も野党は共闘という声が大きく広がっています。皆さんの声が確実に政治を動かしています。今日も菅直人さん、元民主党の代表が民主党の代表としてここに来られたとはっきりおっしゃった。そして19日には野党5党が共同して戦争法廃止法案を国会に提出をするという運びになっています。この皆さんの動きが、この戦いが確実に前に動かしています。皆さん、何としても来るべき参議院選挙、全ての一人区で野党が力を一つに合わせて自民党安倍政権を打ち倒すことができるように力を合わせようではありませんか。日本共産党もそのために全力を尽くして戦い抜く決意を表明して、民主主義を守る皆さんの思いとともに今日一日歩き抜きます。頑張りましょう。ありがとうございました。
小池晃さん、ありがとうございました。最後に手を取り合って野党共闘の決意を示していただきたいと思います。